こんにちは。よしこの音楽室主催、和声音楽理論の専門家の西山よしこです。今週金曜日20日の10時から11時30分で、視覚、聴覚、触覚で覚える音程トレーニング法という講座をいたします。締め切りがなんと今日いっぱいになってしまいました。今日の23時59分まで申し込み受け付けております。音程は、目で見ても音で聞いても、そして手でも分かって初めて分かると言えるんですね。で、子どもたちにもそういう風になってほしい。で、そのためにどんなトレーニングをしているかということをお伝えする講座です。ご興味ある先生、そして音程の指導の引き出しをもっと増やしたい先生、大歓迎です。ぜひぜひお申し込みください。申し込み方法はインスタグラムはプロフィール欄の y-musicecoda から、Facebook は、コメント欄から、そして LINE 公式はリッチメニューから進めますので、どんどん、急いでお申し込みください。お待ちしております。それでは金曜日に Zoom でお会いできるのを楽しみにしております。ではでは。